地震の被害が大きかった石川県輪島市河合町の河合保育園では、今日から市内のすべての未就学児を対象にした無償の受け入れが始まりました。地震以来保育園に通えていなかった子も多く、子どもたちは久しぶりの保育園に元気に登園していました。どうしてもやっぱ働かないといけないというのがあるので、はい、で無償で見ていただいてすごくありがたいです。先生方もね、被災されている中で保育所開けてくださるのはもう本当にありがたいなと思って、子どもたちもすごい喜んでいるので楽しみにして今日来ました。何が楽しみですか？みんなで遊ぶの？みんなで遊ぶの？恥ずかしいみたいな。輪島市によると、市内に対象となる未就学児は444人いますが、受け入れられる人数は最大40人の想定で、状況に応じて保育士を増やすなどして対応したいとしています。また珠洲市では市内すべての小中学校が再開となりました。珠洲市緑ヶ丘中学校です。地震の影響で始業式がおよそ2週間ほど遅れましたが、久しぶりに生徒が登校してきました。この中学校では体育館を中心におよそ150人が避難しているため、始業式は多目的教室で行われました。やはり学校というのは子どもたちがいて初めて学校だなということを実感しました。大変嬉しく思いました。ただ登校したのは全校生徒のおよそ2割にあたる35人にとどまっていて、多くの生徒が集団避難などをしているということです。一方、京都では府営住宅で被災者の受け入れが始まっています。石川県珠洲市から避難してきた桜屋敷さん夫婦、以前京都に住んでいたことや子供が近くにいることから府営住宅に移り住んできました。ありがたいです。こんな風にくつろげる時間があるっていうの、こんな場所あっても保育館にも揺れたりするんやからね。府営住宅には家電が準備され、光熱費などは自己負担ですが、最長で1年間家賃はかかりません。桜屋敷さんは同じ珠洲市にある親戚の家で被災、幸い怪我はありませんでしたが、自宅は崩れ住むことができなくなりました。週末には引っ越しの準備で一度珠洲市に戻ったものの、郵便局も全部機能してないです。郵便物もどうなってるかわからへんし、でちょっとこの近くの郵便局でちょっと転居のあれだけねしてこんなんなと思ってんやけど、まあ郵便局またどこにあるかこれから調べ子育てを終え、生まれ育った能登で釣り船を営みながら老後の生活を楽しんでいた桜屋敷さん。今あの揺れてる能登へ行って小さい家建てても住めるって聞くんですけどまあまあね、怖いですよね。どうしようもないわなるようになんかいろいろ考えてまず出てくるため息やね考えたからたどり着くとこないよ、うん、まあもうちょっと辛抱して、まあ、ここに1年間ほどちょっと辛抱せないとわからん。能登に戻るかは決めていません。明日何をするかを考える余裕すらないのが被災者の現状です。石川県は昨日、現在も断水が続く地域の水道の仮復旧が早くても2月末ごろになる見通しだと発表しました。なぜこれほど時間がかかってしまうのか、現地を取材しました。石川県内では昨日の時点で輪島市や珠洲市など4つの市、4つの町のおよそ4万9000戸で断水が続いています。多くの人がいまだ避難生活を続ける穴水町。
そのうち水が来るやろ、水が来るやろと思っとったけど、今しね。でもこんな寒い時に皆さん工事してくださっとるんし、贅沢は言えません。待たなきゃ。石川県穴水町です。地震から3週間となりますが、ほぼ全域で断水が続いていて、懸命の復旧作業が進められています。穴水町でもあちらこちらの道路が陥没していて、地下に埋められた多くの水道管が破損。避難所だけでも水が出るようにと、神戸市などの水道局から派遣された職員が水道管の修繕を進めています。しかし復旧作業は簡単ではないようです。ここでまあ直しました。もう少しどっか行くとまた水が出ます。直しました。また水が出ます。その繰り返しをやってですね。調査は地上から水道管の水が漏れていないか探知機を使って調べ、漏水した場所はアスファルトを剥がして修繕。地道な作業の上に修繕が必要な箇所は膨大だということです。また今回の地震で断水が続く要因の一つに、水道管の耐震化が進んでいなかったことが指摘されています。穴水町さん、そこまで財政状況が、ね、良くないと思うので、なかなか地震に強い水道管にこう変えていくことがやはりなかなか難しいと思うんですよね。29年前で、ね、本当に全国の数多くの皆さんに助けていただいたっていうことあるんで、我々の持ってる知識とか経験とか、ノウハウを生かしながらですね、全力でやっていきたいなと。石川県は昨日、水道の仮復旧が早い地域でも2月末以降になると発表。また先ほど七尾市が会見を開き、一部地域の復旧が4月以降になることを明らかにしました。風呂に入れない、トイレを流せない、被災者の苦しい生活はこの先1ヶ月は続くことになりそうです。能登半島は地震発生から3週間、今も広い範囲で断水が続いています。はい、まず甚大な被害が出た輪島市ではおよそ1万戸、人口の多い七尾市ではおよそ1万6100戸など、ほとんどの自治体で今もほぼ全域で断水が続いています。そして復旧にもしばらく時間がかかりそうなんですけれども、あくまで仮復旧、一応水道が使える時期のめどに関する情報が発表されました。輪島市や穴水町などでは2月末から3月末に仮復旧の見込み、七尾市は先ほど会見を行い、一部地域は復旧、仮復旧が4月以降になるという見通しを示しています。はい、目処はこう示されたわけですけど、なぜこれだけ復旧に時間がかかってしまうんでしょうか。はい、はい、こちらの耐震適合率、これが鍵だということなんですね。はい、金沢大学ライフライン地震工学宮島名誉教授によりますと、人口が少ない山間地域は都市部に比べて大量の水を運ぶ必要がないため、細い水道管が多く耐震適合率が低くなってしまうということなんです。で、この耐震適合率というのは地震に対する安全性、信頼性を示す指標ということなんですが、政府は2028年度までに 60% の水道管を耐震性のあるものに置き換えることを目標にしていました。しかし2021年度時点では石川県、この目標に大きく及ばず 36.8% でした。はい、ただ阪神・淡路大震災を経験した神戸市では、政府目標を大きく超える 74.9% の高水準となっているんです。ということで、神戸市のこの災害に強い水道管を取材しました。耐震化率 74.9% という高い水準を誇る神戸市水道局、その代表的な対策というのが、私の身長が176センチあるんですけれども、それよりも大きな送水管が神戸の地下に埋まっています。
水を神戸市内に引き込むいわゆる大動脈の役割を担う送水管。その大きな特徴が耐震性を持ったこの膨らみです。これによってですね、断層で地盤が大きくこう動いたという時でも、中に入っている鋼管はこのコブが少しこう潰れたような感じで曲げれるストローのような形で大きく変動しても漏水せずに通るということですね。水道管のコブ状の部分が蛇腹の役割になり、地面の動きに合わせ伸び縮みして破損を防ぐというのです。さらに神戸市民およそ150万人が1日3リットル使っても12日間持つ量の水を貯水できるという機能も備えました。震災翌年から20年という歳月をかけ、神戸市街地に新たに通された大容量送水管。当時送水管は山側に通されていましたが、神戸市は時間がかかっても市街地に通すことにこだわったといいます。なかなか街中の渋滞とかですね、タンク車が、運ぶのに時間がかかったというふうな教訓がありましたので、町の中でも水を取れる場所が欲しいというふうなことで大容量送水管というのを市街地に作ったと。その結果、現在では市内62カ所で緊急時に給水できる拠点を作ることもできました。また能登半島地震では各家庭に水を届ける排水管が多く破損したと言われていますが、神戸市ではこの排水管も耐震性が高いものに順次切り替えてきています。この青い部分をロックリングと言いまして、ストッパーのような形になりました。でこれでしたら大きな揺れが生じてもこう止まって抜けないと。水道管の耐震化は自治体の災害対策を考える上で重要なポイントだと言えそうです。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。